どうも、ムラトルです。今日はね、高校の時の壮行会の、ね、話をしていきたいなと思います。前回はね、中学校の時の壮行会のね、話をしたんですけど、壮行会で、ね、毎年ね、毎年は嘘だわ。中学、高校と学年が上がっても壮行会で話題をね、こと書かないやつなんですよね。はい。で、私ね、高校でも体操部に所属して体操やってたわけですよ。で、高校でもね、相変わらず壮行会っていうね、行ってきますみたいな、発表会があるわけですよ。ただ、高校の時の、壮行会っていうのは、中学よりマシでして、ユニフォーム着なくてもよかったんだよね。部活ジャージで、行ってきますでよかったんですよ。ちょっと久しぶりに着てみるかい？実はあるんだよね。じゃん！これがね、体操部の時の、部活ジャージなんですけど、これでよかったんですよね。上だけこれ着てみる。上だけこれ着て、ちょっと話すわ。暑いな。いや、ちょっと洗濯しなきゃいけなくなるからやめよう。壮行会でね、なんだろうね、なんか体操部の先輩方みんなが目立ちたがり屋だったのかな。体操部の代々の習わしっていうのかな、伝統で派手なことをやるみたいなのが常習化してたんですよ。なんか犯罪みたい、悪いことをやってるみたいに言ってるけど、なんか常習化してたんですよ。退場するときに結構みんなパフォーマンスするんですよ。私の先輩とかもなんか論博やったりとかなんやかんややってたんですよ。で、私たちもやるっていうことになって、私何やったかっていうと、体育館ってね、床でみんなこう体育座りして待ってるじゃないですか。そしたら履ける道があるわけですよ。こういうね、細い会場の通路があるんですよ。で、こうね、みんな行進して、野球部、サッカー部みたいな感じで行進していって、まあ、体操部こう来るんですよ。こうやってこう行くんですよ。で、私こうやってこうやってその場でこういう風にやってさ、この距離ね、距離を取ってさ、よし十分離れたなって思ったら、こっから連続でね、バク転ぐるんぐるんぐるんってこうやっていったんですよ。バンバンバンって。で、おーってなるわけですよ。それはそれはね、みんななんかこいつすげーみたいな感じになってるんですよ。で、バク転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 って結構どこまでも連続バク転やっていってですね、最終的にね、壁にゴーンって足をぶつけたわけですよ。ゴブーンって回ってきました。床が見えます。次のバク転いきます。バク転します。ドカーンって崩れ落ちるっていうね。もうそしたらもうドッカンドッカン会場が湧いてね、連続バク転だけでもこいつすげーわーってなってんのに、最後なんかお笑いを提供してくれちゃって、こいつすごいのにおもろいやみたいな、多分人生一受けてました。まあそんな感じでドッカンドッカンしたもんだからね、教室に帰った後にですね、バスケ部のさ、同級生に、お前なんであれ先にやっちゃったんだよ、もったいない、最後にやればよかったじゃんってめちゃくちゃ言われたんですよ。計算された伝統芸だとね、みんな思ってたわけなんですけど、マジでした。